んな、ピッコロ。たまには頭ん中で手合わせでもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜ、ピッコロ。するだけだ。ヘラズチュ。全力で来い。この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感。
強襲サイヤ人。さん、お父さん。お父さん、そろそろ家へ帰らないとお母さんに怒られちゃうよ。悪いな、ごはん。ちょっと頭の中で強いやつと戦っててよ。強いやつ？あ、ピッコロっちゅう強いやつさ。ピッコロさん。ずっと目はピッコロ大魔王っちゅうむっちゃくちゃ悪いやつだったけんどな。生まれ変わったピッコロはオラの知ってる中でもワクワクするほど一番強いやつだった。もっと強くなってあいつとまた戦えてってな。僕、戦うなんて怖いよ。おめえも修行すりゃすぐに強くなれっぞ。でもお母さんに怒られちゃうよ。あー、いっけねえ。そういや食い物の材料集めてこいって父に頼まれてんだった。何がいるんだっけな。確かお魚とリンゴだよ、父さん。ああ、そうだったな。じゃ、この辺にありそうなリンゴから探すとすっか。うん、僕探してくる。張り切ってんな、ご飯のやつ。張り切りすぎて転ぶんじゃねえぞ。ご飯のやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。お父さん、ここだよ。ん？もう一つくれ。取っておくか。僕に任せて。そうだな、ごはん。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。ご飯、見つけるのうめえな。よし、こんなもんかな。リンゴはこれくらいでいいだろう。よく見つけてくれたな、ご飯。へん、でも僕ちょっと疲れちゃった。そうか、疲れちまったか。あとは魚捕まえたら開けるからもう少しの辛抱だぞ。まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった、ちゃんとついてくんだぞ、ご飯。置いてかないでよ、お父さん。ご飯と一緒に行かねえとな。どこ行っちまったんだ。わりわり。ん？どうした、ご飯。僕、疲れちゃった。もう歩けないよ。なんだ、しょうがねえな。じゃ、
父ちゃんが抱っこしてやっか。わーい、言ったわーい、高い高い。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。ね、僕偉い学者さんになりたい。え、おめえ変わってんな。勉強教えんのは無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ着ててやっかな。僕戦うのやっぱり怖いよ。そういやおめえ釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。よし、ここなら釣れそうだな。じゃ、早速始めっか。でも、どうやって釣りするの？釣り竿ないでしょ？へへ、普通は釣り竿を使うけどな。オラがガキンチョの頃は、尻尾で釣りしてたんだ。尻尾で釣り？そんなことできるの？うん。尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし、慣れたらなかなか簡単だぞ。ま、ほらもう尻尾がなくなっちまったけんどな。ブルマっちゅうやつにそのこと言ったら、面白がって釣り用の尻尾なんか作ってくれてよ。そうなんだ。じゃ、早速釣りやってみっか。オラがガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。へへへ。よし、そんなもんで。やったね、お父さん。ああ、これならきっと父も喜ぶぞ。食い物の材料集めたら、なんか腹減っちまったな。魚もいっぺいあるし、ちょっと食っちまおうか。うん、僕もちょっとお腹空いてた。あそこの焚き火で魚焼くか。お魚焼いて食べようよ。さて、魚焼くかな。新鮮な魚はうめえや。はあ、僕食べ過ぎちゃったかも。たくさん食わねえと父ちゃんみてえに大きくなれねえぞ。今日は楽しかったね、お父さん。はあ、ご飯も手伝ってくれたしな。今度は釣りも教えてやっから一緒にやろうな。うん、楽しみにしてるね。
おめえも来てたら強くなれっぞ。そういえばお父さんが釣りをしてた時にこんなの拾ったんだ。僕にはよくわからないからお父さんにあげるね。お、サンキュー、ごはん。そろそろ家帰る？よし。金トンよーい。よっちゃ、しっかり捕まってんだぞ。うわっ、恐竜さんだ。バイバイ。さあ、オラがガキの頃からずっと乗ってんだ。いい子にしてねえと均等には乗れねえんだが、ご飯は大丈夫みてえだな。うん、大丈夫。帰ったぞ、父。食いもん取ってきたぞ。ただいま、お母さん。遅いぞ、悟空さん。食材集めにどんだけ時間かけてるだ。どんだけって修行もしてたしな。今日は無天道様のところにご飯ちゃんの顔見せに行く日だぞ。あれ、そうだったんか。そうだっただ。わりわり、今度から気ぃつけっから。もういいだ。ほら、弁当を作る準備しねえといけねえから、うちの中に入るだ。それじゃあ取ってきてもらった材料で弁当を作るだよ。こいつはクリリンと修行した時の、あん時は確か。お父さん、無天老師様っちゅうオラが。そうなんだ。よし、準備できたぞ。ほれ、弁当だ。お腹が空いたら食べるだよ。サンキュー、父。父の作ったもん食ったら力がもりもり湧いてくるからな。なあ、ごはん。うん。you